通に単に体調を崩したっすね。あれちゃんと料理として成り立ってるんですかね。きつかったなあれは、うん、あれは多分修行ではないないんで。学生時代から一人暮らしというか寮だったんですか。あ、体育寮で、うん、4年までは5年生は一人暮らしですね。あ、そっか、5年生は一人暮らしだよね。その時はじゃあ自炊したりしたの。自炊はしてました、はい。ご飯炊いてはい、今はでもなんて子供に合わせて作ったりするんだけど子供が食べるものっていうことでまあ、メニュー決めたりするんだけど、はいはい、で何でもつまみにしちゃうんで僕は。辛いのとかは辛いの好きです。ああ、激辛とかもいけますか。激辛いけるっすね。次の日本当に怖いんですけどお尻の方がお尻の怖いんですけどいっちゃいますね。800つばみたいな。ああ、ありましたね。ペヤングかなんかの激辛のやつ。そうですね。あれはちょっとこう食べれなかった。はい、あれやばいっすね。あれやばいって聞きますね。お腹下したとかじゃなくて普通に単に体調を崩したっすね。体調崩した気がする。ああ、相当だったんですね。でも好きなんで蒙古タンメンの汁なしのタンメンがあってハマってるってわけじゃないですけど辛いの食べたい時にそれパッてきて。へえ。外食で辛いのは食べることないですね。あ、そうなんですね。ちょっとめちゃくちゃ汗かきで辛いの食べるとめっちゃ汗出てる。まあまあ選手のね代謝の良さっていうのはありますね。それでもう汗ほんと引くぐらいかいちゃうんで他のお客さんに不快な思いをさせるからちょっと気使っちゃうかな。で、うん、外食であんまり辛いのいかないですね。じゃあ家とかで。家とかですね。家とかです。もう下手したら半裸で食べるぐらいの。半裸全然半裸でいっちゃいますね。じゃあレース終わった後のご褒美とかってなるとやっぱちょっと一杯飲むとかそういうのが。一杯飲むとか一杯どころじゃない。一杯飲む。もう毎日飲んでる。じゃあご褒美でもないんですか。ご褒美でもないですね。もうルーティンなんだよ。ああ。じゃあ頑張ったご褒美みたいなのはなんかあるんですか。ああ、頑張ったご褒美はやっぱりショッピングですかね。服が結構好きなんで東京の方に買いに行ったりとかして、それもやっぱりリフレッシュが。お待たせです。すみません、失礼しました。奥の方。ありがとうございます。お刺身6点ですね。はい。左手の方からネギトロですね。ネギトロ、ほうぼう。で、タチをちょっと炙って、イサキですね。で、アジとインドマグロの中トロが入ってます。アスリート今ちょっと焼き魚焼いてるんで、少々お待ちください。焼き魚いいですね。ネギトロとほうぼう。どうぞ、召し上がってください。いただきます。美味しい。美味しい。好き嫌いあるんですか。嫌いなものはグリーンピース。グリーンピース。ぐらいですかね。あ、グリーンピースだけ。グリーンピースだけ。好きな食べ物は。好きな食べ物は。ハンバーグ。焼肉。お肉っすね。シューマイに乗ってるグリーンピースの。ああ、はいはい。ちょっとわかんないですね。いらないです。いらないですね。グリーンピースご飯とかも、グリーンピースご飯ってありましたよね。ありますあります。無理っすね。給食とかで出ました。全然無理っす。あれちゃんと料理として成り立ってるんですか。好きな人いるんですか？いるか、いるか、いるからあるんですよね。食べれなくないんですよね。食べれなくはないですよ。必要ないかなっていう。必要ないかなって言ったの。まあ嫌いじゃないけど、ちょっといやいいなっていうのは人参です。え？全然食べれるんですけど、茹でた人参やっぱり好きじゃないですね。へー。食べますけど、それぐらいですね。甘くなってるこうハンバーグの添え物とかの人参。あ、そうそうそうですね。煮物の人参は。煮物の人参は、煮物の人参いけるわ。ああ、なんかあんまりこんなゆっくりランチすることもないんですかね。軽く食べれるものみたいな。うん。車の中で話されてましたね。ドライブスルーとかでパッと食べてられたりとか、うんうん、そういうのもきますけど、こういう定食だとバッて食べ勢いで食べちゃうみたいな。そうですね。食べるの早いんで。うん。食べるのも飲むのも早いんですよ。そうですね。ついに時間になんか追われてるんですね。なんで追われてるんだろう。せっかちなんですか？せっかちじゃないですけど、効率よく動きたがる、動きたがりなんですね。うんうん。全然動けてないです。あ、じゃああれやってこれやってみたいな頭の中で考えて、うん、常に動いてるんですか？まあつもりなんですけど、うん、なんとうまくいかないですね。大体。まあでもお子さんいるとっていうのもあるんじゃないですか？思い通りにいかないみたいな。独身時代からですか？独身時代は、うん、結構暇な時間とかありましたけど、なんか今は暇な時間っていうのは暇なくて、うん、だから最近はやっぱり時間ってお金で買えないじゃないですか。買えるって言っちゃ買えるんですけど、まあ限られてます、ね、限られてるので、うん、時間大切にしたいなと思ってるので、時間もったいないとか、ずっと他にもやることあるかなって考えたりとか。聞いてもいいですか？はい、なんで5年生になったんですか？単位取り損ねた。はい、何単位足りなかったんですか？結構足りなかった。じゃあ5年生も結構ちゃんと学校行ったんですね。5年生行きましたよ。で、体育会系だったんで、融通は禁止だね。あ、まあまあ、その試合がありましたとか、そういうのありますよね。で、融通聞いてたんで、単位は取りやすかったんですけど、5年生になると、そういうのもつかなくなるんで。まあそうですよね。そこからもう自力でしたね。じゃあ、卒業できてたら、それこそ実業団とか、そういうなんか、スケートの所属は、あったんですか？いや、もう、所属考え、どうするかって考えなった時に、うん、もう留年も確定したんで、揺さぶれるというかなりますよね。心は折れますよね。心は折れないって自分が悪いですけどね。完全に自分が悪いんですけど、滑れるっていうか、なんで実家がお寺なんで。うんうん、なんかあったらお寺都合っていうか、出家しようとすればって思ったんで。なんかこのトーク我々普通に喋れますけど、一般の人から聞いたら相当な覚悟みたいな、なんかあったら出家しようみたいな。いや、出家は覚悟いますよ。そうですね。やっぱりその今すごい山奥のお寺に行って、うん、もう衝動入るっていうあれだったの。衝動入って。ですね。で、携帯も使えないし。そうですね。で、朝もわけわかんないし、早い時間から来て。座禅組んでとか。もう頭おかしくなる仕事ですよ。頭おかしくなるような。厳しい修行終わってるんで。まあ。生半可な気持ちで。坊さんになろうかなとか考えてなかったですけど。わけじゃないですけど。そういう道もあるしなっていうことで考えてたんで、うん、まあ飲み歩いてた留年した時は、まあ最後の属性を楽しむぐらいの。そうそうそうですね。はい。じゃあ大場さん行った時は全然苦じゃなかった。全然苦じゃないですね。全然苦じゃないですけど、同じ釜の飯を、なんか、人が使った箸を、で、こそいで、その人もチャレンジするじゃないですか。こそいで、はい、やーって言って、やるじゃないですか。で、それダメだってお坊さんに言われて。ああ、そっか、食べきれてないっていうあれだったんですね。中だけをきれいになって。で、そしたら、また違う人がチャレンジするんです。人がこそいで、また、違う人をこそいでみたいな、そういうのを周りに回してやってたんで、きつい。でも同期ですよね。同期ですけど、きつくないっすか？人が口に入れた唾液とかついた箸をでこそいでみたいな。もう要はもうな。まあ、関節キスめっちゃしてるみたいな、もう同期全員と関節キスする勢いで回ってくるってことですよね。きつかったな、あれは。あれは多分修行ではないんで、同期と同じ釜の飯がちょっときつかったっすね。実家は帰ってるんですか？北海道全然帰ってない。帰ってないんですか？来る方が多い、ご家族が。お父さんがめっちゃ来るんですよ。お父さんめっちゃ来るんですか？孫に会いに、息子に会いに。いや、なんか違う理由で来るみたいな理由ですよ。だから例えば孫に来るとか、あとはそろそろ草、高円寺の庭の草伸びてきただろうって言って。草むしり行くよって言って、草むしりにわざわざ北海道から来るんですか？そう、草むしりしに行くよって言ってくるんですね。草むしりだから孫の顔見るってもうすぐ終わるじゃないですか。そのために来るって言って、バイク乗りたいだけで。だからお父さんがかなりこの作るんで。だから別に実家帰らなくてもいいかなってなって、実家の方にはお兄ちゃんとかお兄ちゃんの家族がいるんで、まあ会いたいんですけど、別にお父さんは別に会いたいっていうか、もう会いすぎてるんで必要ないんで、だから今一個踏み出せないですかね、実家に帰るのが。でもお子さんもね、いとこにあったりとかっていうのもいいですよね。すごい。去年からすごい楽しみです。遊びたい。ドライブデートはいかがでしたか？はい、楽しかったです。はい。でももうちょっといろんなとこ行きたかったですかね。2024年のオールスター競輪は平塚競輪場で行われます。松井選手はじめ平塚所属選手のぜひ応援、そして投票よろしくお願いします。松井選手今日はありがとうございました。今日撮影にご協力いただきましたのはカラットさんです。平塚競輪場から歩いて5分のところにありまして、料理長自ら平塚漁港で水揚げされた魚介を仕入れてご提供しています。自家製にこだわり一から仕込んだ旬の食材とカラットならではの味付けをお楽しみいただけますので、平塚競輪場にご来場の際はぜひお立ち寄りください。